湯上がり卵肌って言われた桃井がよ。やっぱり10年ぐらい前から疲れが出るっていうか、こう少し荒れたいなんかするようになって。それで使い始めたんだから。SK2。独自の自然工房から生まれたピテラの働きで、クリアな素肌を作ります。相当いいよ。クリアな素肌へ。SK2。試してみてよ。